しれないものに浮かされてしまいまして、それからはどうしようもなく手すりつけた自由なんか今日を制御するだけのキャパシティなどが存在しているはずもないので、曖昧な大概のインセントな感情論をぶちまけた心の輪の中、どうにかこうにか現在視点を確認する見た魔法師が腰してさよならベイベー、キャンシス食事とキャンシス逃避の距離、大変なこの心臓どこかに行くことないかな、なんて裏返しのシベリソヨ、指紋しと指紋たどった文字とすればもしやあったのなって死に見れちゃって、でも言いたいことってないよね、ないよね、触って吐いて手にも残れる気になって、どうにもほんまに血も差しも足も腰も今すぐあちらへ飛び込んでいけ、もうラフラフになっちゃって、おっかくまくずっぱっちゃって、強烈な血に吹かんで年を買いますよ、もって強迫的に縛っちゃって、知れないものに侵されてしまいまして、それからはどうしようもなく手すり避けた自由な環境を制御するためのリミッターなどをかけるというわけにはいかないので、大概は曖昧なイノセントな大災害を振りまいた猫を払わせ、どうにかこうにか現在視点を確認して、言葉手に突っ込むのよ、どうしてずくめの毎日として足して